初心者講座です、今日はディーリングについて説明をいたします。ディーリングとは、カードを配ることになります。カードを配るときは例えば1枚ずつ配っていきますが、後々ためになるように、カードをですね、ディーリングポジションに持ち親指で少しスライドします。このスライドしたところを右手の親指これで1枚ずつ取っていきます。この先多分セカンドディールとかボトムディールとかまたミドルディール、こういったのを練習されるときにこれができとかないと、その難しい配り方をしたときに困ると思いますので、ここはきっちり練習してください。表向きに配ったり、カードの出し方は同じです。やはり右手で少しスライドして斜めに出し、右手でつまみ取ります。今日はディーリングでした。